光の子よ、あなたこそロトデタシアを救った誠の勇者。あなたはこれよりロトの勇者として語り継がれ、皆の希望の架け橋となるでしょう。ロトの勇者よ、光ある限り闇の魔団長がロトの勇者なの？長き時の果て、再び闇から何者かが現れるでしょう。もしかしたら私自身が闇に染まることもあるかもしれません。しかし、人の愛は、勇気は、決して消えることはありません。もし私が闇に落ちてしまったら、その時はどうか。闇にそ、え、待って、え、だって闇にそ、なんかそんな闇闇言ったら、なんか考えちゃうじゃん。ドラ、ワンのこと過ぎ去りし時を求めて。なっちゃったのど。トゥ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 。ツーは何回もやったな。サンダー動力が何度どうも。ゾウマの BGM だったもんね。そう、ちょっとこれネタバレになるかもしれんけど、まあロトシリーズ自体がね、まあ3、まあ3なんだよ最初がで 3なんだけど、え、でもその前がこれなんだよ、わかる？あの、そのさ、3の前で、団長はちなみにドラクエの中だとあれだね、4が一番好
きなんだね。なんかこうもちろん全部好きだけど、4のねやっぱシンシアちゃんとか、あとあれなんだよ、こう勇者のそのさ、こう耳がピョピョピョってなってるのが好き。うんそうピョピョピョってなんかこうギザギザしとる。うん、ちょ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 ファイブ、いやファイブもファイブはね、団長花嫁を決めれんくてね、リセマラリセマラしながらどっちとも結婚したことがあります。ちょっとみんなにはねあんまり言いたくない、じゃ恥ずかしいことですが、あ、ちょっと待ってた、右側だったでしょ。で団長はドラクエシリーズだとあれなんだよね、6までなんだよね。そう、ここまでやったことある。うん、ここまでやったことあって、あーなんかやっぱ懐かしい。うん、そう6まで、いやでもさ、いっぱいしたいって思った。なんかもっとそうだね、なあのね、団長ね、7ナンバリング順でやってて、1,2,3,4,5,6 な、5,6 ってナンバリング順でやってて、じゃあ次7しようかなと思って買ってるんだよ、7も買ってあるんだけど、だ石板集めがね、なんかそのちょうど団長マナビアとかと忙しくなっちゃって、だからでネタバレになっちゃう、どうしよう、これ目つぶっといた方がいい、ここはそう、いやいつかまでやりたい、ちょっとだ、だって画面 見ない、ちょっとネタバレになっちゃう、ネタバレになっちゃう。語り継がれてくんだね。セーブしよう。で、過呼吸になっちゃう。この31のセーブデータをするか。